中央映画認証委員会は、インド情報、放送省の部局で、インド映画の検閲、レーティングを行う機関。日本語訳は、中央映画認証委員会の他に、中央映画検定局がある。1913年、ダーダーサーハバパール K によって、最初のインド映画、ラジャ・ハリシュ・チャンドラが制作され、その後1918年に、映画映写法が制定され、 イギリス領インド帝国における映画検閲制度が敷かれた。検閲委員会は、マドラス、ボンベイ、カルカッタ、ラホール、ラングーに支部が置かれ、同地の警察署長の管轄下に置かれた。各地の検閲委員会はそれぞれ独立して、言語映画の検閲を行っていたが、インド独立以後は、ボンベイ映画検閲委員会が、各地の検閲委員会を統括するようになった。 1952年に映画映写法が改正され、各地の検閲委員会を統合した中央映画検閲委員会が発足し、インド映画の検閲を集権的に担う期間に再編された。1983年に再び映画映写法が改正され、中央映画検閲委員会は中央映画認証委員会に改組された。中央映画認証委員会は、 委員長1名と非公開の委員25名で構成され、全員がインド政府によって任命される。委員会本部はムンバイに置かれており、ティルバランタプラム、チェンナイ、ハイデラバード、バンガロール、カタック、グワーハーティー、コルカタ、ニューデリーに支部が置かれている。ミルカの認証証明書、若さは、向こう水の認証証明書映画は4つのカテゴリーに分類される。 発足当初は U と A の2つのカテゴリーしか存在しなかったが、1983年6月に新たに U、A と S のカテゴリーが追加された。この他に認証を拒否する権限も有している。中央映画認証委員会は映画制作者から多額の賄賂を受け取っていると批判されている。2002年、アナンド・パトワルダンが制作した。 戦争と平和非暴力から問う核ナショナリズムは核実験や9.11テロを題材にしていたが中央映画認証委員会は21シーンのカットを要求した。パトワルダンは要求に対して非常に馬鹿げた要求であり法廷に提訴するこのカット要求が認められればインドの表現の自由は終わりだと反論している。裁判の結果パトワルダンは勝訴し映画は カットされずに上映が認められた。同年、中央映画認証委員長、ビジャイアナンドは、インドの至る場所で、ポルノ映画が違法上映されており、これに対抗する最善の方法は、法的に認めた場所で公然と上映することである。として、特定の映画館で、X 認証作品の鑑賞を合法化するべきと、提唱して、論争を巻き起こした。これにより彼は、 全国的な批判にさらされ、委員長を辞任に追い込まれた。2014年、中央映画認証委員会 CEO ラケーシュ・クマールが映画認証に際して、賄賂を受け取っていたことが発覚して逮捕された。2015年、中央映画認証委員長リラー・サムソンは、MSG、ザ・メッセンジャーの認証拒否に関し、政府からの干渉があったとして、抗議のために委員長を辞任した。 インド政府はパフラージニハラーニーを公認に指名したが、彼が与党に近い人物であることを理由に委員会メンバーの半数が辞任した。ニハラーニーは2017年8月に委員長を退任したが、その際にインド政府から少なくとも2本の映画について上映を拒否、または延期させるように指示されたことを公表した。ありがとうございます。